にちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアワーを始めていきましょう。今回は、11位函館ペンタゴン戦ですね。ちなみに函館ペンタゴンの能力はというと、低迷してますね、選手データ。でもそんな悪くないんですよね。まあ C、D が多いかな。A、B がそんなに多くない。で、我々のチームって見るとやっぱり C よりは B の方が多いですからね。A も結構ありますし、そのぐらいの差はありますよね。で、今回そうですね、練習試合があるんで。得失点差をもしかして重要な場面になるかもしれないってか考えたら、公式戦に主力を使ってみますかね。ということで練習試合です。練習試合はくるみを休ませます。超キーパーもはるかです。節子かな、みゆきの代わりは。印象がない彩花は、まなみを積極的に使っていきましょう。みゆきもでも伸びしろはまだまだな。使わないともったいないよね。50万でこれはすごいな。まあ、もうそろそろピーク過ぎようとしてるけど。まあ、いいでしょう。2人使いましょう。ミオもいるので、さすがな、クラリス、クラリスをさっきと入れ替える。ジャネットアーティス最後に戻すかな。これでいいよ。こんな感じでいってみましょう。イゴールのイゴールだけにマークです。さあ、キャピタル東京45分一本勝負じゃないや。お、諦めないですね、ユウナ。しかし高いな、相手も。まあ何点取られても構わないですからね。カードを稼ぐことが大事。ただ頑張ってほしいなと思います。サチコナイス。あと、これが、ファールですね。さあ、国分が、あ、決められてしまいましたね。高さが違うという感じです。10分40秒、早くも、先生を許してしまいました。ユウナ、縦に上げます。エリカ、決まった。同点。エリカ、ナイスです。ユウナが上げまして、エリカがヘディングで吸い抜けていきました。見事。エリカも、トップの2人とそんなに変わらない力つけてるような気はしますけどね。さあ、ゴール前。これは外れた。プレスです。さあ、ここ取り合いだが、回復取られてしまいました。イゴールに抜け合えた、入ってしまった。2点目です。
と足が落ちてきましたかね。相手のスタミナは十分余裕があります。ファール。さあチャンス、ジャネットが直接打った。反応できない。エリカ足押さえてます。無駄に。さあサツキ裏を突かれた。キーパー。さあユーナ縦、ここは横に反応。おエリカうまい。さあここでサツキがマナミに縦パスが、ここ硬いですね。なかなか守備がまだチャンス。これはちょっとコンビネーションが乱れた。おっとセーフですね。これノーホイッスル。さあ縦だ。セシューがキャッチ。さあアディショナルタイムに突入。ここで試合終了。まあ頑張った方ですよね。ボール支配率むしろ高いぐらい。さあいよいよ本番です。その前にオファーを見ていきましょう。いませんね。さあ試合です。スタミナじゃない、スタミナ見てみるとこうなってますね。エリカ頑張ったんでエリカを入れてみましょう。クルミをサブで。7個入れ替えるようにしよう。入れ替えましょう。これね、試合です。圧倒的な勝率ですね。ホームということで、まあ必勝です。これはつけては勝ちたいですね。さあここコンパールです。すごいな、コートの選手権です。決めてきました。キミカの正確性も上がってますね。さあここ夏希を後半ナイス判断。
おっと、不条理に渡ってしまって、ちょっと不条理だ。ノエルに越えられてしまったが、危ない。危なかった、今の。おっと、結構、おっと、サツキに渡ったぞ、チャンスだ。さあ、エリカ、2点。待ってましたとばかりに突っ込んでますね。守備陣も結構一旦相手の守備陣を戻っては来てたんですよ。これはこれは意味のある2点目です。さあ落ち着いてゾーンを守って攻めてほしいところ。さあこれはちょっと気になるぞ。おっと裏をかかれた。しかし美穂がここはうまく壁で止めました。さあ相変わらずピンチは続きます。藤森早い。危ない。またおお一発が続きます。美雪が跳ねて、ここにエリカが待っていましたが、これはファールだ。おっとイエローカード、森尾にイエローが出ました。さあ緑直接シュート、これはスローインになります。さあロングスローか。エリカスカットトリックです。エリカ大活躍ですね。さあ前半でもう3点差になりました。さあここは気をつけないと。夏木判断も本当にしっかりしてますよね。オフサイドか。あ、一気に引いてるんですけど、かなり笛鳴った時と違いますよね、距離が。さあアディショナルタイム2分、これ前半終了です。さあ軌道はわからない。変えずに置きましょう。ややラインを下げておきますか。さあ相手も思い切り多分積極的に攻めてくるはずですからね。縦パスのカウンタープレーを消したいところ。ファールか。エルスト早い。おっとどちらは、おっと今度は柳にイエローカード。おっとサツキが疲れてますね。これは買い時です。まあ、さよでしょうね、これは。さあ、と、反則すれすれだが、取りました。藤森、しぶとい。さあ、ここはエイカに渡ったが、4点目とはならず。萌え、さすがファールですね。うちの蔵が今度はクラリスが使われています。ここは7個を投入していきましょう。さあ緑がロング直接シュート。
速攻に取られたらちょっと危ないぞ。守備陣がそんなに戻ってきてない。萌えが防ぎました。速攻は三木って変わった綾香節子カナがいます。カナカナを持ち替え落ちてですね、ジャネット投入しましょう。ちょっと流れたクライス、ま、おー、うまいですね。さあ、ミオ、ドシーン。さあ、前半、後半は点が動いていません。さあ、ここミオがうまく反応してきまして、2本に。はい。冷静に攻めてます。さあ、ここ最後が上げて、ここ緑、4点目。緑は負けてません。さあ、突き放します。残り10分。カバーします。さあ、いいか。うーん、さあ、引きます。思い切り縦パス。さあ、もうアディショナルタイムです。これでほぼ終わりかな。試合終了です。4対0、大勝。エリカの緑の弾道が良かったですね。エリカが先制を決めました。しっかり決めたのが良かったですよね。まあ、危なかった。お、完全にキーパー左行きましたからね。もうちょっと正解があった。さつき、ここへ待っていたエリカ。ミユキかサツキ抜けたところで守備をだいぶ相手の守備をかなり戻ってたんですけどね。さあ、ここピンチでした。逃したところを内野からシュートだがわずかにバー。緑を強烈シュート。そのミオがここでスローインして、それを、エリカが決めて、これが前半で早くも3点目ですよ。ハットトリック。もうチャンス作るんですけど惜しかった。そして後半35分、負けてられないとばかりにサヨを上げたものを緑がボレーで職人、スーパープレイ。飛び込んで一気に弾道を叩きつけます。エリカもボレーやろうとしたんですけどね。ということで、ボール支配率相手の方がいいんですね。枠内は1本だったんですけど、ちゃんと課題もたくさんいただきました。実りの多い試合になったかと思います。これで6勝4敗、6割ですね。4位で、11試合、つまり、一回り終了したことになります。筑波長間とは4点差か。マッセ大阪とは6点差。チャンスはないわけではないですけど、トップ2チームはやっぱり力の差ありますよね。A クラスはキープしたいとこです。なんかがっかりしてます。
が4位でもまあ悪くはないんですよね。実際はませんでした。はい、次の試合は9位の武蔵野ホーネッツですか。どんな相手なんだろう。一昨年は3位なんですよね。おっと、左疲れてるセンター。 S も多いけど、あるけど、だいぶ弱体化してる気はしますよね。むしろ今だった武蔵野ホーネッツよりこちらの方が上なんじゃないかなと思います。カリバーズが勝ってるのか。初戦を取られたチームですね。というわけで次が、武蔵野ホーネッツ。これは開幕戦敗れているんで、そのリベンジを図りたいと思います。決して強い感じには思えなかったんで、こちらもしっかり叩いていきたいなと思います。引き続き応援よろしくお願いします。チャンネル登録まだの方、ぜひご協力よろしくお願いします。今チャンネル登録者数が900人、あと100人で1000人ですので、ぜひぜひ皆さんの応援よろしくお願いします。高評価も励みになります。よろしくお願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。この動画の最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら、見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。